旧三崎町道路原表三浦市三崎の日の出交差点付近。神奈川県道26号横須賀三崎線は、神奈川県横須賀市から神奈川県三浦市を継ぐ県道である。もともと横須賀、三浦地区を中心に三崎街道、三崎線などと呼ばれていたが、横須賀市は道路の愛称として三崎街道を公式に使用している。 三浦中貫道路は本領線のバイパスとして整備されている。横須賀市街で国道16号から分かれ南西方向に向かい、三浦半島東部から中央部の丘陵地を越えて半島西部に抜け、国道134号との重複区間にて南下し、三浦市の中心部である三崎の市街へと至る。前線に渡り2車線の道路である。詳細は三浦中貫道路を参照。 横須賀市内では市西部と中心部を結ぶ、また三浦市内では三浦市の中心部と横須賀市を結ぶ重要な幹線道路であり、車線数と比して通行量は多い。また鉄道路線のない地域を走るため路線バスも多数運行されている。並行する道路が少ないため混雑することが多く、特に朝夕や行楽シーズンには渋滞が状態化している。 戦時下には沿線に軍事施設を抱えるため並行する鉄道路線が計画され一部は実際に着工されたが終戦により立ち消えとなった。ありがとうございます。